でも連れてって、手をつなぐことができなかった。可愛いぬいぐるみたくさん集めて何をするんだろう。一つ一つ教えてくれた。また明日会えるね。どんな服がいいかな。たくさん貼ってある。まさか盆栽咲くそうなわけない、あるわけないじゃない。君の顔を見れたのが嬉しくて渋ってた。来週のこと楽しみになってきたよ。また明日会えるね。どんな服がいいかな。タララララララ。優しい声と君の好きなこと。